私の話を聞いてくれぬか。そう。おう。よし、せっかくの宴だ。実は ほう、これはうまい。やるぞ。しばお前のよ。仕官をお許しいただき感謝いたす。うん、よく来たな。みな、覚悟は良いな。わかりました。みんな、全力で敵を打ち払え。勝手知ったるこの城、手放すわけにはいかん。やったー。
この城こそ対局における要なり。みんな全力をもってダッシュするのだ。これはこれは良いところに折り入ってお願いしたいことがございます。両方戦の敵誰にも止められはせん。今は無理しない方が良さそうだ。忘れられないうちに戻るからな。問題の人物がいたようだ。奴に狙いを絞るのだ。我らも出遅れてはならん。さあ行動進め。素晴らしき技の冴えでござるな。敵の胸をつくとしよう。この王国飛型もお手のごまよ。ようやく俺たちの出番か。行くぞ。存分に暴れてやろうぜ。よし、進撃だ。俺たちの前進が勝利につながると心得よ。無駄に目につくやつだな。ああいうのがいるから俺が目立たないんだ。これで勝利への糸口もつかめよう。ここは引くが吉と見た。すぐに戻るゆえ持ちこたえてくれ。素晴らしき技の冴えでござるな。この地は宗主公が制圧した。のものだ。
方の被害を抑えつつ迎撃せよ。敵をここで足止めするのだ。エイヤー、どうだ。見事な働きだ。こっちの番だ。決めてみせる。この調子だよ。よし、この拠点は俺たちのものだ。覚悟しろ。お前を撃ってここに暗技校の名を轟かせる。ここは引くが吉と見た。すぐに戻るゆえ持ちこたえてくれ。やるな、エン。頼もしい限りよ。敵将、撃ち取った。技の冴えでござるな。ここは引くが吉と見た。すぐに戻るゆえ持ちこたえてくれ。こっちの番だ。お主がわしの相手か。さあ勝負せいや。で行けよ。勝利を飾ったぞ。悪いことは言わん。その力俺たちに預けてみろ。本気か？俺そんなに目立ってたかな。わしは才ある者を重用する。今後の活躍に期待しているぞ。はい、喜んでお受けします。
たびはこの方針でいきたい。この程度。たまには宴も悪くない。この程度。拙者に考えがある。
意味なる量、うん、今だ、昇進おめでとうございます。お祝いとして贈り物を用意しました。助かったぞ。無念だが、艦の命運は尽きた。どうか陣に代わって世を治めてくれぬか。うん、分かった。帝の位など飾りに過ぎぬ。我が波動、これからが正念場よ。承知しました。任せ。お任せを。任せやれ。オイラに任せた。全力をもって敵を退けよ。虎のねぐらに踏み込んだこと後悔させてやれ。へへ、見ろよ、城が俺様に取ってくれって言ってな。で敵の裏をかく。みんな気合を入れていけ。どうだ。策を実行する。行くぞ。このロシケイが相手だ。さあ堂々勝負せよ。
そなたの働き、雲中随一よ。この兵器、勝利への鍵となろう。停車構え、放て。味方の兵器が攻撃を受けています。このままでは破壊されてしまいます。どうだ。いいぞ、頑張ってるんだな。ここは引くが吉と見た。すぐに戻るゆえ持ちこたえてくれ。お見事。見てるこっちも奮い立ちますぜ。吸妖鬼損傷口が開いてよ。最後の最後まで諦めるな。信じて戦うのだ。決めてみせる。二度たちやられちまうのかな。今無理してもリアルない。一度下がろう。ああ、さすが目立ってらっしゃる。堅固な盾となり、またもみえん。よし、私は策の準備にかかる。孫家に伝わる秘剣、今こそ見せてくれ。策を実行する。行くぞ。帝徳坊、戦とは何か知らしめん。耐えきれるか。味方が派手にやってるようじゃ、わしらも加わるとしようかの。よし、攻め時だな。俺も踏ん張って目立つぞ。
ちのものだ。総主公、今は敵を貫く刃トロン。あなたこそ真の三国無双です。いや、輝いていらっしゃる。おい、頑張ってるかいかい。おいらが助けに来たぞ。お任せを。より堅固な盾となり、また揉み合う。こっちの番だ。やろ。なんとか間に合ったか。飛ばしてきた甲斐があったぜ。さすが目立ってらっしゃる。さて、加藤明星様の怒涛の攻めを見せてやっか。そなたの働き、宇宙随一よ。これで決まりだ。敵将討ち取った。もう一度引くぞ。先の失態は繰り返さん。こたび自分は鬼とならん。盛況なる将兵らを倒してきたか。ならば、長たる私が貴様を倒すまでよ。耐えきれるか。受けられるもんなら受けてみろ。老いぼれと侮る流れ、帝徳王が守り、身をもって知るがいい。なんと見事な戦よ。お見事。見てるこっちも奮い立ちますぜ。私が相手だ。勝
負してもらおう。私の大使はついえてはいない。敵将討ち取った。よし、見事に勝利を飾ったぞ。お前の力を買っているんだ。俺たちに力を貸してくれ。え、私にあなたの下で戦えって言うの？この恩は忘れ。新しい。俺は大使。見ての通り武変のものだ。お主の働きあっぱれよ。お褒めいただき感謝します。おや？